おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回紹介していきます武器は、第2週のハロウィンイベント限定武器だった KBS ロングボウグールというね、武器を今回は使っていきます。こちらね、迷彩はこのまま変えることはできませんのでご注意ください。で、スキルがですね、消失、伏せ打ち時に少し遅れてブラインドアイの効果が得られるという感じですね。で、もう一つがキックバックで、わずかな残弾数でキルするとマガジンが補充されるというスキルになっております。では、スキルのご説明をしていきます。こちらはね、消失がついております。伏せると、こんな感じですね。まあ、ちょっと遅れてと言っていましたが、本当若干ですね、本当にわずかに遅れて、付与されるといった感じですね。伏せると。で、しゃがみ状態の時は当然ね、無効になっております。これ、ちょっとわかりづらいのですが、伏せると、ブラインドアイって書いてある、左側ですね、に、プラスとかマイナスとかね、つくんですね。伏せると、プラスってついて、で、しゃがんだり、立ったりすると、ジャンプしたりすると、マイナスってつくんですね。これがちょっとね、わかりづらいと思うのですが、まあ、状態を見ればね、まあ、一目、瞭然ではあると思うのですが、前回 RPR を紹介していたのですが、あの時ブラストシールドが有効無効ってちゃんと字で出るんですよね。それがすごくわかりやすかったのですが、ちょっとね、表示がわかりにくいかなとは思いましたね。でもまあ、伏せている状態は普通にウォーデンとかから身を潜めるというか、身を守ることができるっていう感じですね。で、キックバックですね。もう一つのスキル、キックバックですね。今、右下、残弾数が1とね、赤く表示されております。この赤く表示されている時に敵をキルすると、はい、こんな感じでね、右下というか右側の方にね、弾薬補充と出てきます。で、もうリロードなしで6発に増えますので、回復しますので、そのまま撃っていけるといった感じですね。結構ね、もう赤く表示されるのが1だけですので、拡張つけると、相談数は9発になるのですが、何もついてない時よりも3発増えて、6発から3発増えて9発になっております。で、赤く表示されるのが、こちらですね、2発からなんですけれど、拡張つけた時はね、2発で赤く表示されても残弾数が少ないと思って、そのままこの状態でキルしようとすると、このようにね、1発残っちゃうんですね。まさかの拡張つけている場合でも、残り1発の時に敵をキルしないと、このように弾薬が補給されませんので、ここは注意が必要ですね。ですので、個人的に拡張マガジンはつけていってもつけていかなくてもいいのではないかと、結局、どっちみち1の、相談数1の状態で倒さないと、弾は回復しませんので、どっちも一緒かなと個人的に感じました。それでは実際に使っていきましょう。今回のアタッチメントはこんな感じでございます。これがね、追跡チップにサプレッサーでフォアグリップですね。ぶっちゃけフォアグリップはつけなくていいです。余ったので適当につけてきております。まあね、他にもつけていっていいものはあるんですけれど、まあフォアグリップつけてね、どのぐらい戦えるか、この腰ダメも強くなってるっていう感じですので、嘘だろ。マジか。上に行ってるけど、こっち見てるのか、どっちを見てるのかな。オッケー、倒した、やったぞ。さあ、サプレッサー、これもサプレッサー付きか。ちょっとアサルトライフに切り替えてくるね。オッケー、倒す。前に来る。あ、でもうサプレッサーつけて、威力もね、ちょっと弱くなっておりまして、いつも倒せるようなところを狙って撃っても、倒せないってことがね、多々ありますので、注意が必要ですね。下にいるのは。狙いに行く。あ、待って待って。どこ行った？あ、待って待って。待って待って。で、さすがに、サプレッサーのみだと、サプレッサーじゃねえや。スナイパーのみだと厳しいので、敵の住宅をね、お借りしつつやっていく感じですね、今回も。ほら、よし。でも、しっかりとね、狙えるときは狙って撃った方がいいですよね。さあ、なんか後ろが来てるな。ここ切り替えといて。いるのかな？来てるのかな？わかんないな。スクラブで確認しましょうか。いるけど、やられた。こっちから行きますよ。おい、やったぞよ。で、さらに後ろからまた一人来てないかい？向こうに行ってるのかな？そこで見てるっぽいけど。オッケー、一瞬倒せないかと思ったけど。どこだ？また。あ、くそー、難しいな。左から来てるぞ。上かな？
どこだ？なんかずっと見てるんじゃないか。よし、いいぞ。で、クイックショットとかもできないので、ガン見ですね。そっちから来てそうだな。あと、どうだ？いや、そこから覗いときますかね。下から来るか、どこから来るか。敵、下から来るか、横から来るか。よし。ごめんなさいね。すごくつまらないですね。待って待って。あ、誰かやられた。よし。後ろが怖い。よし。クロウが溜まった。おっとっとっと、ブラックホールメーカーうまいな。オッケー。今のはドラッグショットかな？え、この一発で倒すと、あ、しかもブラインドアイ発動中やね。エネミー UAV。近いな、いるな。なんとかこの一発で倒したい。なんかずっと見てないか、そこで。見てるね。よし。これで弾補充されるんですね。おっと、来てるぞ。あ、どこだ？そこ近くにいるけど。倒す。もう一人。難しい。やばいやばい。すげえとこから見てるな。あいたー、もう一人来てた。ドロパ系行きましょうかね。ドロパ系をほいっと。で、スカラ。うわ、なんか来てる。バレてないきゃいいけど。よし、オッケー。なんとか、キルされずに済んだ。そっから来るんじゃないか。来てるね。だが後ろも怖い。あー、取れよかった。すげえいいの出てんじゃんか、しかも。あれ取られたくないぞ、マジで。くっ、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 なんて言いたいんだろう。あれ？どこ行った？とりあえず回収。したい。間違えたー、ちょっとね、ダブルドップしちゃったね、今。スコーチャーになっちゃった。もったいないことしたかな。気づいてない、ラッキー。もう一人。よし、いいぞ、いいんじゃ、あれ？なんか、今回ちょっと調子いいんじゃないか、スナイパー。意外と当たるね。こっちには来なさそう。そこから、なんか今チラッと見えたぞ。上に行っちゃった。来ない。びっくりした。影か。あー、敵のスコーチャー。どこへ来る？危ない危ない危ない。俺もスコーチャー出したいな。当たんない、もうダメ。よいしょ。よし。やった。意外となんとかなるもんなんだね。よし、いいぞ。あと6発。倒す。あ、なんか意外と当たる。なんだ今日のスナイパー。ウェビ。やった！これがね、フォアグリップの力。あ、どっか来るかな。待って待って、何ピースしてんだよ。ピースしなくていいよ。でもスコーチャー出しちゃおう。スコーチャーをこの辺に入った。なんかいる、なんかいる、なんかいる、危ない。あ、むずい。危ねえ。あ、すげえ。なんか、すげえトリプルキルしてるし。スカラブで倒したいけど、おい、よし、あと何切れた。おお、ちょっとバカ。しかも俺の泥化け取ろうとしてる。あいつを倒すぞ。あ、もう取られた。暗い。よっしゃ、後ろから切るな。あと2切る。おお、いいぞ。最後は、あ、だ、取られた。最後クイックショットで。むずい。あー、ダメだ。無理せず普通に戦おうかな。こっちから来てるんじゃないか。ちょ、待て待て。はは、むずい。むずい。このスナイパー勝負に勝つぞ。あ、くそ、あと左だった。あとちょい左で倒せたのに。あ、惜しい。惜しい。あ。え、今の当たらないの？で、あっ、くむずい。ちょっとちょいちょい、むずい。あれ死体だよね。多分死体だ。もうさ、ずらしてんのかな、自分で。当てづらくないですか、 IW のスナイパー、やっぱ、クイックショット。ちょ、まずいな。ほっ！ちょ、待って、むずい。よし！あー、緊張した。はい。ということで、最後はクイックショットを決めたかったけれど、まあね、そこまでの技量が私にはないので、普通に、ドラッグショットじゃなく、もうガンビで倒しました。まあ、気にしない人ですのでね、私自身、そんなクイックとか、ドラッグとか、ガンビとか、スナイパーは、ちゃんと狙って撃ちましょう。それでは、この KBS ロングボウのグールですね。ブラインドアイを今回、あまり、
活用できてなかったと思うのですが、キックバックですね。1回ぐらいできたと思うので、それは収穫でしたかね。ちょっとこれ、経験値上げとこう。はい。では、ガチャ行きましょうか。今回のスナイパーは、稀に見る、いい結果というか、いいエイムだったのかな。いつも全然当たんないですからね。お！え、なんだ？え？今回このエンブレムがプレゼントだったの？あ、違う。え、どうなの？ ただ、なんだ、この、ベスト、違う、限定オファーが1個もらえるっていう感じだったのかな。じゃあ、あと2回行きましょうか。やっぱね、迷彩も欲しいけれど、武器がやっぱ欲しいよね。極上の品だぞ。で、今、すごい経験値とかね、もう IW もそろそろ、IW じゃねえ、ワールドウォーズ、おお、嘘！オッズをいじれるならかける必要はない。賢明え、だ。キャラクターって当たるの？無課金でも。あ、これ初めて知った。あ、でも、そうか、ニールも当たったからね、あのロボットも。え、いや、マジで、来ました、サリー。これ、ゾンビの、キャラクターだよね。ちょっと名前は分からない。あ、名前はサリーだけど。女の人だよね。マジか。これ、マジか。取れるとは全く思ってなかった。はい、ということでですね、今、すごい、経験値2倍と武器2倍、で、ミッションチーム2倍のキー2倍っていう感じですので、もう、ワールドウォー2がもうそろそろ発売されるので、ね、発売されたらそちらもね、ガンガンやっていきたいと思いますので。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。今回はね、この、ロングボウグルですね、使ってきました。あ、今回、武器をね、取ることはできなかったのですが、頑張ってキーを貯めて、今回の、なんだっけな、オーガとかいろいろですね、思い出せないけど、それですね、それを頑張って取っていきたいと思いますので、もし次回取れたら、動画あげますんで、もしよろしければぜひ見てください。そんじゃ、またね。